アギラスは、スペイン・ムルシア州のムニシピオ、マサロン湾内のコスタカリダにある、ムルシア州の最南西端部にあり、2 8トルの海岸線を持つ。地中海以外の山方は山地に囲まれ、アルメナラ山地最高地点のタラヨン山は、アギラスの標高最高地点となっている。1888年に撮影されたアギラス、駅古代ローマ時代の名はアクイラエ。 またはワクイラであった。俗州ヒスパニアタラコネンシスのバステタニアに属していたが、その後カルタギネンシスに属した。アラン族、スエビ族、西ゴモート族がこの地にやってきた。アラブ人の半島進行までカルタギネンシスに属し、その後はコルドバ大使国、バランシア王国、そしてムラービ人長子配下に入り、ムルシア大使国となり、18世紀に、 ムルシア王国の一部としてキリスト教国軍に征服された。現在のアギラスは18世紀にカルロス3世によって建設され、1834年にロルカから分離して独立した自治体となった。ブルボン朝復興期の19世紀末から20世紀初頭にかけアギラスにはイギリス人の大きな共同体が存在し、自治体は少なからず、 イギリス人コミュニティの影響を受けている。リオティント地区は、スペインで初めてサッカーの試合が行われた場所である。アギラスの沖合東にあるフレーレ島には、イギリス商人の住宅やイギリス人墓地がある。イギリス人の投資によって、スペイン大南部鉄道が作られ、バーサ、アギラス、ロルカを結ぶ鉄道路線が敷かれ、アサや鉱物を輸出していた。スペイン内戦中、アギラスは、 共和制派地域にあった。イタリア空軍による空爆、マリオルカ島からの反乱軍の攻撃に苛なまれ続けた。1950年代から1960年代、経済的事情から多くのアギラス住民が街を去っていった。彼らの多くはカタルーニャ、南フランス、スイス、ドイツへ移住していった。ビニールハウスによる農業が導入され、海水浴場のある、 観光地として発展し、交通のインフラストラクチャーが改善された。現在は人口が増加に転じている。市の経済は観光業とビニールハウスで行われる農業が基盤である。特に果物、野菜の生産が多い。その他に建設業、漁業、造船業、鉄道関連、養殖業、ホテルなどサービス業、商業がある。ありがとうございます。